が自身の番組で50から50の可能性について語る、ドジャース11位6 D バックス、日時間3日、フェニックスドジャース、大谷翔平投手は2日、日時間3日、敵地、ダイヤモンドバックス戦に、1番、指名打者で出場し、3盗塁で、今季の盗塁数を46に伸ばした。2番を打つムーキー・ベッツ内野手は、自身が司会を務める番組で、彼は唯一無二さと音を明かした。米専門メディア、ブリーチャーレポートの番組、オンベースウィズモーキー・ベッツには、ゲストとして同僚のジャック・フラハティ投手が登場。大谷が50から50を達成できるかどうかという話題になった。7月末にドジャースに加入したフラハティは、達成すると思うよ。アンビリーバブルだね。ここ、ドジャースに来てからというもの、それまでにはハイライトとかで見てきてはいたけど、実際に毎日、同僚として、近くで見ると、彼は何かやるんじゃないかって感じだよね、と、太鼓判を押した。大谷の後を打つベッツは、僕は2番を打つから、彼が盗塁するかもしれないから、僕は、バットを振っていいのかもわからないんだよ、と苦笑い。2番打者の経験は100試合以上あるものの、キャリアのほとんどの試合に1番打者として出場、1070試合してきたのだから、戸惑うのも仕方ないのかもしれない。彼が2塁へ盗塁をするからね。だから、彼に盗塁させるって感じかな。彼は唯一無二さと偉業をアシストしようとしていることを明かした。フルカウント編集部。